お酒に対する愛情は世界の誰にも負けません。県内有数の日本酒の蔵元が発酵食品やアルコール除菌剤など新製品を続々開発。イエスものづくり、今回は伊那市の仙城を紹介します。開発から販売までおよそ3年の歳月を費やしたクラフトジン、苦労した点を伺いました。仙城という会社は伊那市の高遠にあるわけですけれど、一番の名所である桜、高遠小彼岸桜、こちらを使った商品を作ろうという話が上がったんですけれど、桜自体の本数といいますか、それ自体が少なく、またその季節によって取れるタイミングというのも限られているので、その原料の入手というのが一番苦労しましたね。長崎さんは昨年発売されたアルコール除菌スプレーの開発を担当。殺菌力以外にもある気遣いが。アルコール製剤の中に黒文字エキスですとか酒粕エキスといった、黒文字というのは南信州にたくさん自生しているちょっと香りのある樹木なんですけれども、そのちょっといい香りが入っていたりですとか、家庭で頻繁に使うときにアルコールですと手荒れをしてしまうので、その手荒れをちょっとケアするために酒粕エキスが入ってるんですけれども、そういったところはご好評いただいています。お二人にこの会社で感じる魅力を伺いました。その物ができた瞬間ですね、その時の香りだったりとか味だったりとか、それができた時にはその工場の中に広がるんですけれど、その空間にいるのがたまらなく好きですね。もちろん伝統を大事にしている部分もあるんですけれども、時代に合わせて新しいものを柔軟に取り入れて、で良いものを作るという、そういうところはとても魅力的かなと思います。イエス。